アルフレッドブレンデルはチェコ出身でクロアチアで育ったオーストリアのピアニスト。北モラビア地方のビーゼンベルク生まれ。第一次大戦後なので、すでにチェコスロバキア領になっていた。ホテル経営者の両親のもとに生まれ、音楽への興味はレコードやラジオを通して育まれた。6歳からピアノを学び始め、両親と共にザクレブに移った後、 ソフィア・デゼリチェというピアニストから正式なレッスンを受けるようになった。1943年にグラーツに移り、グラーツ音楽院でルドビカ・ホンカーンにピアノを、アルトゥール・ミクルに音楽理論を指示している。1947年に音楽教員の資格を取得するためにウィーンへ行き、ウィーン音楽院でパウル・バウム・ガルトナーやエドゥアルト・シュトイエルマンに短期間学んだものの、 ほぼ独学でピアノのレッスンに励んだ。1948年、グラーアーツで初めてのリサイタルを開催する。翌1949年の武造に国際コンクールで4位入賞し、ウィーンでのコンサートデビューを飾った。また、この年の夏にルツェルンで行われていたエドビン・フィッシャーのマスタークラスに参加する。この後も3回マスタークラスを受講し、 多大な影響を受けた。1960年代以降、次第に国際的な名声を得るようになるが、1970年にフィリップスと専属契約を結び、リリースしたレコードでその名声を決定づける。ブレンデルの演奏は、華麗さや派手さはないものの、中央多い口的で正当的な解釈で、多くの音楽ファンを引きつけている。デパートリーも、ハイドン、モーツァルト、 ベートーベン、シューベルト、シューマンといったドイツ・オーストリア音楽の王道とも言うべき作曲家の作品を得意としている。中でもベートーベンとシューベルトはレパートリーの格をなし、両作曲家のピアノソナタ全集を3回にわたって録音している。さらにシンウィン楽派の作品も多く演奏している。ソロ以外では室内楽や歌曲の伴奏でも多くの演奏を生み出しており、 近年では、息子で、チェリストのエイドリアン・ブレンデルと共演した、ベートーベンのチェロソナタ全集を発表し、話題となった。2008年12月のコンサートをもって引退する、ことを表明した。本人は引退後は指導者になることを希望している。ありがとうございます。